先生、1ページ目から早速ポンコツをやらかしたって本当ですか？録画ソフトの解像度を思いっきり間違えるというポンコツを。本当ですよ、こんちくしょう。皆さんこんにちは、ことやと申します。双子の姉のリーフィーです。双子の妹、リーフェルです。おはようございます。怪我も無事完治しましたよっと。怪我？あんた昨日の夜何してたの？不届きなウサギの始末と七面鳥を見かけたので通り魔を。出血してないでしょうね。あともない。ちょっと蹴られただけですし、かすり傷でしたよ。あとにもなってません。それならいいけど、出血したらすぐ私に言うのよ。切り傷なんかはすぐに処置しないと。感染症って怖いのよ。わかってますよ。フィーは心配症ですね。ここは未知の惑星よ。変な病気があってもおかしくないわ。変な病気？例えばどんな？そうね。噂を聞いただけだから本当なのかはわからないけど、医療用ナノマシンってあるでしょ？確かめかないととか、そんな名前でしたっけ？そうそう。あれってたまに制御不能になるらしいわ。体内で勝手に増殖してしまってひどい痛みを引き起こすって話よ。わあ怖い。それって致死性とか、あるんですか？一応ないらしいけれど。摘出手術なんかも確立されていないそうよ。おはよう。二人とも起きるの早いね。何度か処置を行った上で自然治癒を待つしかないらしいわ。ん？機械化症と呼ばれていて、一応病気として分類されているそうよ。あれ？うん、致死性がないとはいえ痛みが続くのは嫌ですね。ちょっと、もしもし、人が説明してるのに会話に割り込んでくるんじゃないわよ、このポンコツ。一人ことに極まれり。あら、起きてたんですね。うん。さっき起きたよ。今日の作業は、倉庫でも作ろうかな。そうね。木材やウサギの死骸を眺めながら食事するのはちょっと。じゃあ予定値を確保するから、ちょっと待ってて。これぐらいの広さでいいかな。あら、結構広く取るのね。これ以上広く作ると屋根を張るとき困りそうだからね。しばらくは作業台なんかもここに置いちゃおう。食肉加工台が完成しましたね。これでようやく死骸を片付けられるのね。動物の死骸は手に入れ次第解体しちゃいましょうか。いざとなれば人間も解体できるよ。そういうこと言わないの。それじゃ、例のウサギは早速解体させてもらうわ。あれ？随分乗り気なんだね。食料にするために買ったんでしょ？放置していたんだら意味ないじゃない。それじゃ私はボロドアの解体を。私は棺を解体するね。はいはい。それじゃあこのウサギを。毛皮に目立った傷はなし。衣服の素材として使えそうね。骨は使えそうだし一応まとめておきましょう。あとは食べやすい大きさの切り分けて。できたわよ。骨と皮はここに置いておくわね。ありがとう。おっとそうだ、かまども作らなきゃ。あら、その骨は使い道がありそうですね。骨製の椅子とか、作ってみます？木製よりも火事に強そうだし、いいと思うよ。耐久性の心配はしないの？家具だったら燃えない方が大事かな。かまどはこの辺に作って。そういえば、発電機とかは作らないんですか？電気コンロなら燃料を入れる手間もありませんよ。いざという時に停電とかで使えなくなりそうでなんかね。やめなさい、あんたが言うとフラグになるでしょ。ちょっと泥汚れが目立つな。床材を敷きましょ。土むき出しの場所で調理するのは良くないわ。そうだね。元からある石の床はそのままにして。不格好だけど、むき出しの地面はフローリングでごまかそう。確かに不格好ね。地面が隠れるだけマシだけど、定期的に掃除もしないといけませんね。やっぱり3人だけだと色々と手が回らないな。かといって協力してくれる人なんていないでしょ。やるしかないわ。まあまあ、幸い食料もあることですしいいじゃないですか。それはそうだけど、この惑星でずっと3人で暮らしていくつもりはないよ。目的はあくまで、この惑星からの脱出だよ。もちろん3人とも無事でね。で、脱出のための宇宙船はどうするおつもりで？ないものは作ればいい。それ本気で言ってる？今すぐは無理だけど、十分な研究と資材さえあればできるよ。現にこうして狩猟と解体、調理もできるようになったじゃないですか。私たちなら宇宙船だって作れちゃいますよ。その自信は一体どこから湧いてくるのやら。あ、ここに倉庫を作るのなら輪投げのピンが邪魔だ。適当に作るからそうなるのよ。じゃ、畑の方に移動させとこ。見える見える。無計画な拡張の末に再び設置場所を移される輪投げのピンが。やだな、そんなことないよ、わははは。だったら少しは自信と感情を込めて言いなさいよ。ガラスハートの割れる音がしたので図星ですね。さあ、倉庫を作っていこうか。やっぱりごまかすの下手すぎない？お、ちょっと慣れてきた感じがする。これだけ手を動かせば、自然に慣れてくるものですよね。成長を感じられる作業っていいよね。一応リーダーなんだから、指示出しも上達してほしいものね。それは、自信ない。頑張ってくださいよリーダー。積んできた薬草くらい頼りにしてるわよリーダー。あんたら都合のいい時だけ私をリーダー扱いするつもりだよね。そりゃそうでしょ。なんでそういう時だけ綺麗にハモるの腹立つ。だって私たち双子だもの。そういやそうだった。さ、漫才してないで作業に集中しようか。そうね。そうですね。
倉庫もだいぶ形になってきたね。完成したら食肉加工台も倉庫内に移動させましょうか。私は薬草がもっと欲しいわ。昨日みたいなことが続いたら困るもの。薬草の栽培も始めようか。輪投げでもして気分転換を。ちょっと、私は的じゃないわよ。あ、ごめん、ちょっと向こうのアイベックスを借りたくて。なんでその位置から撃つのよ。狙いにくいし心臓に悪いでしょ。いや、これはカベリンの練習だよ。襲撃者にも対処できるようにね。だとしてもせめて人のいない方向に撃ちなさいよ。危ないわね。大丈夫、フレンドリーファイアは発生しない手はずになってるから。そうだとしても輪投げで遊んでるところに銃ぶっ放されたら標的が私になっているような気がして息抜きにならないのよ。もう輪投げする気しなくなったし、作業に戻るわ。この辺りなら薬草もよく育ちそうね。整地しておきましょ。倉庫のドアも作ったし、あとは食肉加工台を移動させて仕上げよう。今椅子があるところを壁で塞いで屋根を張れば完成ですね。あら？どうしたの？向こうから人が来ているわ。え？どれどれ？見たところ敵はなさ。そう？うまく話せば取引に応じてくれるかも。銃を持っているようね。身なりもきちんとしているわ。この人たちは確か。多分アウトランダーだね。私たちと同じように、この惑星に流れ着いた人たちだよ。社交的な派閥とよそ者を嫌う派閥がいるよ。この人たちは社交的な派閥に所属しているみたいだね。それなら、使えそうなものも持っているのでは？そうだね。物々交換になるだろうけど交渉してみる？そうね。ちょっと交渉してみましょうか。あんたらが話すとトラブル招きそうだし私が行ってくるわ。確かにそうだね。気をつけて行ってらっしゃい。売り物は？機械部品に医薬品と予防薬があるわね。お、予防薬、買っちゃう？うん。機械部品と医薬品をあるだけ買いましょうか。新スレッドのズボンと交換して、不足分はシルバーで支払うわ。あれ？予防薬はいいんですか？どうにも安全性が心配なのよね。わぁ、さすがドラッグ嫌い。ふぅ、無事に取引できてよかったわ。敵がなくても、銃持ってる人と会話すると緊張しますね。人が遊んでる時に味方に銃口向けられるよりは全然楽よ。それはごめん。つまり最大の敵はコトラだったと。そういうこと。ちょっと、本当に怖かったんだから、しばらくはネタにさせてもらうわよ。はい。これで倉庫は完成だね。次に必要なのは、ストーンカッターでも作ろうかな。あら、石切りですか？うん。何度も言うけど木製の壁じゃ火事が怖くてね。石造りなら燃えないし丈夫でしょ。それはそうだけど、物資を移動させましょ。せっかくの倉庫なんだから、散らかっていると気分も良くないし。そうだね。じゃあひとまずは何でも倉庫に運び込んじゃおう。岩を石切り台で加工するんですよね。それなら岩も倉庫に運ばなくていいよ。岩置き場はもうあるし距離もそう変わらないから、一つずつ移動させるのも手間だし、岩は重いから、一度に一つしか持てないのよね。では、予定通り物資の移動をしましょうか。アウトランダーの人たち、そろそろ帰るみたいよ。もう帰っちゃうの？お見送りしなき。背後取られてると誤解されかねないから余計なことしないで。彼らは私たちの脱出を支援してくれる大事なお隣さんなんだから。はい。それじゃあ私は寝るわね。おやすみ。じゃあ私も。おやすみ。おやすみ。さて、私は夜の間に物資を運んでしまいましょう。物資も移動させたし、結構快適になったな。さて、石切り台を使ってみようかな。具体的には、どの石を使うんですか？まずは丈夫な花崗岩。これは壁として使うよ。壁ですか？数を揃えないといけませんね。そこまで急がないけどね。余裕ができたら少しずつ作っていこう。在庫がなくなったら作る、くらいでも良さそうね。次に大理石。これで石像を作ってみるよ。石像？それって今必要なんですか？寝室がさ、今のままじゃちょっと寂しいんだよね。確かに。ちょっと殺風景すぎるかもね。いい石像を飾れば気分も良くなるかなと思って。もしかしたら昨日のアウトランダーみたいな人が買ってくれるかも。なるほど、住環境の改善兼資金源ですか。ただ、買ってくれるほどいいものって作れるの？何度か作れば、そのうちいいものができるかもよ。根拠が弱いわね。やれるだけやってみるのも悪くなさそうだけど。彫刻台をここに作っておこう。これで石像を作れるよ。石以外の。例えば木材からでも彫刻って作れるの？もちろん、アイアンウッドは見た目もいいし彫刻にしても良さそうだね。ただ自生してるアイアンウッドは多くないし、数が足りないかも。ところで、宇宙船を作るって言っていたけど、具体的にはどうやって作るの？まだ電気も通ってないでしょ？作り方を研究していく必要があるね。まずは研究台を作らなきゃ。完成したら何を研究するか選ぼう。一応言っておくけどいきなり宇宙船の研究はできないからね。当たり前でしょ。電力もなしに宇宙船が作れるなんて思ってないわよ。ここの壁は石灰岩だね。ひび割れてるから修理。ノア、警報。ちょっと、何が起きたの？またウサギですか？
なら私が食料にしてまった。そのウサギ様子がおかしいわよ。え？ひとかりウサギだよ。首跳ねられる前に何とかしなきゃ。そんなウサギではないだろうけど気をつけましょ。どうして突然凶暴化したんでしょうね。まさか狂犬病とかじゃないわよね。変な電波でも受信したとか。どちらにせよ放置するのは良くないですね。見たところ首狩り能力もないようですし、軽くひねってあげましょうか。ウサギとはいえ油断はできないわね。じゃあ私がこのライフルで。あんたは室内にいなさい。はい。さあウサギさん、後悔しても遅いですよ。私の前にひれ伏すのだ。いた。エル、噛まれたの。大丈夫、軽傷です。この流れ、なぜかデジャブを感じるな。あがいたところで無駄ですよ。これで終わりです。ふん、楽勝でしたね。思いっきり出血してるじゃないの。今すぐ傷口を見せなさい。お、怖い怖い。わかりましたよ、すぐ向かいますから。まったく、下がれば銃で援護もできたのに突っ込むんじゃないわよ。だってお医者様に怪我させるわけにはいかないじゃないですか。言ってたでしょ。言われなくても前には出ないって。それなら私が前に出るしかない。そうでしょ。はいはい、すぐに傷の手当てしちゃうからね。怪我人は無駄口叩かずおとなしく寝てなさい。グフフ、素直じゃないですね。心配してるこっちの身にもなりなさいよね。二人ともお疲れ様。話に入りにくかったよ。大したことはしてないわ。当然のことをしただけ。でも心配してたんでしょ。当たり前じゃない、妹なんだから。妹ね。そういえば昨日のお客さんがさ、襲撃者の中に自分の母親がいて、説得も全く通じなくて仕方なく銃で母親を。そんな話をしてたよ。だからリーフィーの心配って当たり前のことじゃないと思うよ。もう、あんたはそこの七面鳥でも買ってなさいよ。そうだね、誤射しないように射撃の腕を磨かなきゃ。それじゃ、部外者は仕事に戻るよ。あはは、この距離でも全然当たらないや。お、一発当たった。こういう時にショットガンでもあればいいのかな。あ、くちばしが大変なことに。よしよし、仕留めた仕留めた。うわ、4発も打ち込んだから穴だらけ。やっぱりもっと練習しないとな。リーフィー、七面鳥ここに置いとくから後で解体をお願いね。七面鳥相手に随分時間がかかったわね。わかったわ。あとは襲撃者対策として外壁でも作ろうかな。そうね、有効的な人しかいないとは到底思えないし、人と物資がある場所にはそれを狙う輩がつきものなんだから。あら、その印は？この間欠泉、何かに使えそうだから印をつけてるんだよ。何か、確か地熱発電なんてものがあったわよね。そう、それ、でも作り方がわからないんだよね。研究してみればいいんじゃない。そのために研究台を作ったんでしょ。手が空いたらやってあげてもいいわ。ありがとう、本当に手が空いたらでいいからね。研究台ができたよ。早速研究ツリーを見てみよう。うわ、本当にいろいろあるんですね。新石器時代から宇宙時代まで研究できるものはたくさんあるよ。とはいえ、まずは電力を確保しておきたいね。一応火力発電と風力発電は最初から作れるよ。研究が必要なのは太陽光発電、川を利用する水力発電、間欠泉を利用する地熱発電、おまけに電気を貯めるバッテリーだね。それで地熱発電を研究すればいいのかしら。そうだね、ただかなり時間がかかるから冬までに間に合うかどうか。間に合いそうになければ他の方法で発電すればいいのでは。温室を作るにもかなりの電力がいるからな。ダメそうなら早めに太陽光発電に切り替えよう。あとは火力発電でどうにか間に合わせられればいいな。風力発電は？風力発電は場所を取るし、発電量が不安定なんだよね。バッテリーを使えば電力は貯められるけど、よく爆発するから。要するにほぼ木造建築で火事が怖いと。そういうこと。木製の壁なんてあっという間に燃えるからね。殺人ウサギに噛まれた傷、無事に完治しましたよ。念のために聞くけど体に異常はない？熱とかは？全然平気ですよ。そう、無事に治ってよかった。グフフ、腕のいいお医者様がいるからですよ。お二人さん、そこにダイニングチェアを作りたいんだけど。あら、いいわね。背もたれがないとあまりくつろげないから。そうですね、座り心地のいい椅子を期待してますよ。そうだ、そろそろ夏になるみたいなんだけど、冬が来るまでに食料とかいろいろ考えないといけないね。そうね、上着を準備しておかなきゃ。毛皮の上着でも作っておけばそれだけでかなり違ってきますね。余裕があれば手袋や新しい靴でも作ってみようか。食料の備蓄については、冷蔵庫が欲しいところね。冷蔵庫と言わずとも冷凍室が作れるよ。冷凍室、大きく出たわね。というか冷凍室レベルじゃないと食料が持たないと思うよ。専用の調理台があれば干し肉なんかも作れるよ。専用の？
かまどじゃダメなんですか？かまどは保存食を作るにはあんまり向いてなくてね。明かりにも熱源にもなる便利な調理器具があるからそれを使おう。お、それは良さそうですね。焚き火とかじゃないでしょうね。焚き火じゃないから安心して。その妙な間は一体。疲れたしそろそろ寝るわ。おやすみ。おやすみ。おやすみなさい。さて、私は集まった骨でちょっとした娯楽設備を。それで、骨で作ったのがこのチェス盤と。なかなかよくできているでしょう？あうん。出来はいいけどちょっと悪趣味ね。あ、そうだ二人とも。ん？当分はここに住むことになるだろうし、派閥と村の名前をつけない？あ、確かにアウトランダーも派閥名を持っていたわね。どんな名前にします？うん。そうだな。私たちにぴったりの名前といえば。ポンコツの里へようこそ、ポンコツ一派のことだです。何そのとてつもなく名乗りたくない派閥名は。え？せめてもっとかっこいい名前候補とかなかったんですか？ここで中二魂を爆発させても反動がすごそうだったから自重した。自重するタイミングを間違えている。そうだとしてももっといい名前はいくらでもあったでしょ。あ、私何も聞こえない。銃声で何も聞こえてこない。派閥名だけでも後でこっそり変えておきます。そうね、少なくともポンコツよりはマシよね。ポンコツ、プププ、クフフ、ポンコツ。あはっは、やっぱりポンコツ一派でいいですね。そうね、派閥名なんて飾りよ。大事なのは実態よね。え？急に二人とも手のひら返してどうしたの？別にいいじゃない？ほら作業の続き頑張るわよ。うん。気に入ってもらえたのならよかった。二人ともちょっと変な感じがするけど、いいよね。今日は外壁工事の続きを。ん？あら？あの人影は。いけない、とうとう襲撃者が来たわ。どこから来てるの？南東から一人、棍棒を持った襲撃者が向かってくるわ。ちょっとまずいね、東側はまだ外壁が完成してないよ。相手は一人で棍棒持ち。銃がないなら私たち二人で引き打ちすれば。って、相手は屈強持ちじゃない、これは手強いわね。初めての相手にしては結構強そうだね。何かつけ入る隙はないのかしら。あった、腰痛。普通より足は遅いはずよ。引き打ちで撃退しましょ。了解、リーフェルは。寝てるみたいだから二人でなんとかしないと。相手を待ち伏せするわよ。間違っても前に飛び出さないようにね。そろそろライフルの射程圏内のはず。今だ。当たってないわよ。しっかり狙いなさい。気が邪魔で狙いにくくて。一旦下がるわよ。今度こそ当たれ。ダメだ、全然当たらない。もう一度下がるわよ。今度こそ。あ、肩をかすめたのに。仕方ない、外壁までラインを下げるわ。騒がしいですね。一体何なんですか。もっと早く走って、距離を詰められると撃てなくなるわよ。待ってリーフィー、足早いよ。おや、あれは襲撃者。二人とも下がって、私がやります。起きてたの。ごめん、任せたよ。任されました。それでは遠慮なく。一発は当てたけど平然としているわね。リーフェルのためにも少しでも早く倒さなきゃ。二発目命中。まだ全然ね。とりあえず。うわ、痛そう。そう思うのなら早く倒すわよ。三発目。いい加減倒れてほしいんだけど。てらー。やりました、倒しましたよ。まだ息があるよ。どうしようかしら。とどめ、刺しちゃいます。いや、派閥名も決まったことだし。ここは勧誘してみない？大丈夫なの？これだけボコボコにしたのに、仲間になるとは考えにくいのですが。あのね、この人は多分、従属の使いっ走りだと思うんだ。身なりからして、まともな扱いは受けてないはず。つまり、うまく勧誘すれば引き抜けると？やってみる価値は、あると思う。それなら私とホヨベヤの出番ね。常人ならとっくに死んでる傷のわず。急いで治療しないと。失血死まであと17時間くらいだから大丈夫だとは思うけどね。寝床も整えたし、これでホヨにできるわず。足の速い私がホヨ部屋まで連れて行くわ。わかりました。私はこれから食事を。嘘でしょ、まだ動けたの。うわぁ、タフすぎるよあの人。びっくりしすぎて食事を置いてきちゃいましたよ。こうなったら何が何でもおとなしくしてもらわないと。一応言っておくけど殺さないようにね。そやぁ、ふぅ、今度こそ鎮圧完了です。処置しないといけない傷が増えてしまった。気を取り直して、今度こそ連行するわね。うん、さすがにもう大丈夫だとは思うけど気をつけて。あ、疲れた。夕空を眺めながら晩ご飯食べましょう。地味にあんたも殴られてたでしょ。
これが終わったら手当てするから。今度は出血してないんですけどね。お疲れ様。みんな無事でよかったよ。自分たちでやったとはいえ、ひどい怪我ね。これだけやられて気絶で済んでいるのもおかしな話だけど。これで止血は完了。あとは打撲傷の消毒をして。捕虜に貴重な医薬品は使えないから、簡素な手当てしかしないわ。背中に大きな傷跡があるわね。動物に噛まれたのかしら？これで全部処置したわ。次はフェルの治療をしないと。捕虜の説得も私がやった方が良さそうね。きっとコトラにやらせたら、仲間になるか持ち抜きされるか、好きな方を選んでね、とかの玉いそうだから。さて、フェルの傷の手当てをしてから寝るとしましょう。ご視聴ありがとうございました。モッドをいくつか追加導入したので軽く紹介させていただきます。今回は動画内にも登場したこちらのモッド。食肉加工の際に出てきた骨ですね。実はこれ、モッドによる追加要素なんです。骨は椅子やドアなどの建材として使うことができます。また、研究を完了させればさらに派生素材への加工も可能になり、金属や石材の代用品にもなります。他にも食肉加工台で骨髄を取り出し非常食にすることもできたりと、非常に便利なモッドとなっております。つい先日最新バージョンに対応したので、大喜びで導入させていただきました。今回はここまでです。ついにやってきた襲撃者を撃退し捕らえたポンコツ一家。果たして、彼は無事仲間になってくれるのでしょうか。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。